このコンテストは、まあ、合わせて2ヶ月ぐらいので、うん、毎日頑張って、まあ、結局、最終ステージに、選ばれて、嬉しいです。あとは、もっと頑張りたいと思います。と思ったので、日本語やプログラミングの勉強をしています。頑張ります。ネットで、日本語と日本の情報を、検索してて、このコンテストのお知らせが、出てきました。とても面白いと思いました。セールというアプリも、調べてみて、このコンテストのおかげでこのセールというアプリを使うことができて、日本人に、話す機会が、たくさんあるみたいので、セールを、使ってみたいと思いました。第1ステージは1ヶ月ぐらいですね。じゃあその時決めました。よし、挑戦、しよう。毎日、30分日本語で会話しようと決めました。まあ、レンさんのスピーチを聞いて、レンさんは何だろう、そのスピーチを聞いて感動しました。まあ、レンさんは、たくさん、今までたくさん頑張ってて、本当に、一生懸命自分の夢を、現実に従っていると思います。と思いました。はい。このコンテストは、とても、いい経験だと思います。これは、私の経験ですね。このコンテストに参加する前に、やっぱりちゃんと自分の、気持ちや夢を、ちゃんと考えていなかったです。でもこのコンテストのおかげで、何だろう、ちゃんと私の夢について、考えて、頑張って、とても楽しい経験になりました。アドバイスは、セールというアプリを、使ってみてください。みんな、このセールを使っている日本人はみんなとても親切で、私はまだまだですけど、私のレベルで、話して、結局、毎回、楽しい会話になって、本当にお世話になりました。ありがとうございます。そう、今まで、いろいろな日本人に会話して、まあ、みんな、そう、本当に、日本の文化、自分の経験、日本語について、嬉しい気持ちで、話していました。セールを使っている日本人の皆さんに、本当に感謝しています。ありがとうございました。そうですね。まあ、この VR という、この VR を使っているアプリは、まあ、とても、なんだろう、難しい。とても難しい。意味は自分でそういうアプリを使うことが、難しいと思います。なので、とりあえず、もっと、プログラミングと日本語を勉強してて、同じく、同じ夢を持っている人を探してみます。一緒に、チームとしてみんなでそういうアプリを作るといいと思います。漢字を覚えるときはどうやって覚えるのがおすすめですか？ダニエレさんがもし漢字を覚えるときにやっていることとかあれば教えてください。まあ、もちろん、いろいろな方法がありますね。
まあ、完璧な方法がないと思います。自分の方法を見つけることは大事だと思います。一番大事なことは、たくさん読むことです。たくさん読むと毎日、10分だけでもいいです。でも毎日必ず読むと漢字に出会う機会があるので、だんだん脳が、慣れています。一つの漢字ではなくて、まあ、文を読みましょう。よく使われている言葉をよく見ます。